はい、こんにちは、豆と申します。おのおに毛量の住む家、実況プレイ続きからやっていきたいと思います。ということで、前回雲にお姉ちゃんの同僚が食べられてしまい申したが、大丈夫？大丈夫はないけど、明らかに死んでる。本当にまだ暖かい鍵を置いていくね。雲の鍵を入手した。ごめんよ、本当に。え、ちょっと行った。始まってまだ1分も経ってないのに、セーブをしやがるとな。この中に何か落とし上がってないかな。ないですね。じゃあ行きますか。あ、そうでしたね。鍵を使いましょうと、雲の鍵。雲があしらわれた鍵とな。はい。怖えな。早速なんか、バレる音がしてるんですけど。これは何の機械と、天敵っぽいのがありますけどね。おい、マネキンっぽいのもあるよ。これは何、なんかさ、定期的に変な音してんだよね。死体にはガラス片が刺さっていると。こっからまたなんか出てきて、雲に食われて、もう絶対雲だ、絶対雲だ、天井張ってる、これやだやだ、キモいキモいキモい、走る走る。ちょっとここなんかいるんだけど。まあいいや、研究員の西と見ます。2002年11月21日、化け物みたいな巨大雲が目の前で焼き殺された。今度動くことになった、違う、今度働くことになった例の施設でのことだ。用済みの個体は全てそうして処理するのだという。どうやら研究は難航中らしい。注射後およそ10分で蜘蛛は激しく暴れ、肉体がみるみる、肉体がみるみる肥大化した。筋肥大の症状は人体でも確認できるが、生物によってこれほどの差異があるとは。研究を積み重ねれば将来的には全く新しい生命を生み出すことも可能だろう。研究、一体ここで何が。ここら辺は全部クモの巣が絡みついてて、あ、待って、斧っぽい、何かない。首の死体だった。死体が斧に見えた。もう斧が欲しいってな。首のない死体がクモの糸に引っかかっている。後で食べようとしてるんだな、こやつめ。この扉に行くと多分クモがいらっしゃいって多分食べに来るんだと思う。だから私はこっちに行こうと思ったけど何もなかった。あ、なんか光ってる。ちょっと待って、他にはこのビニール袋とかは何もないですね。不気味な象が棒を持っている。象の一部ではなく後から持たされたようだと。棒を取る、何かの役に立つかも、取りましょうと。布が巻かれた棒、あ、なるほどなるほど、松明代わりにしろってことですね。ズブズブヒヒヒ、待って、なんか今通った、何が通った、怖いよ、もう一人に走って逃げる、とりあえず。びっくりした。いや、むしゃむしゃがちょっとリアルリアル、もうちょっとセーブしたい。うわ、待って、なんか雲が、ちっちゃい雲がいるんだけど。雲はでも虫は火に弱いって言うからね、多分これを松明代わりにするんだと思う。先端に布が巻かれた長い棒、布からは油の匂いがする。やっぱりそうだね。はい、松明手に入れた。これが目に入らぬか。いいじゃねえか。一体死亡、もう一体も燃やします。燃やしまくりして、なんか持ってねえか、ひどい腐敗臭。横の段ボールを調べたんだね。はい、無駄な摂取をしてしまったぜと。私こそサイボか、サイ、噛んだ、サイコパスかもしれない。なんかさ、なんで頭だけ食べるんだろうね。カニ味噌みたいになんか脳味噌だけチューチュー吸ってんのかな。胴体だけみんなあるもんね。よし、セーブもしたし。扉にクモの巣が絡みついている。ちょっと待って。やっぱり直接、そう、手でね、蜘蛛の巣を触るとか絶対無理なんで、これで焼き払います。扉ごと、この松明なら蜘蛛の巣を焼き払え、蜘蛛ごと。よいしょ、こったぜ。しんど、しんど、ま、次の扉でセーブあるかな。どうなってる、
まだ向いてる。何？あ、なんか美人さんの絵画がありますね。とても美人な。なんでここだけ血がついてんだろうね。セーブが欲しいな。不気味な絵画とな。でも、2002、6月4日、愛子、我ながら自信作。この娘を守るためなら私は手段を選ばない。吉郎？吉郎？この絵、幼い頃のお姉ちゃんにそっくり？手段を選ばないか。記者さんが言ってた研究と何か関係が。ごめんなさい、愛子ちゃん。美人だから嫉妬して蹴飛ばしたんじゃないよ。だって私も美人だもん、ゆいちゃん。はい。綺麗だけどなんだか不気味な絵と。確かに、なんかちょっと悲しそうに。あ、びっくりした。あ、お姉ちゃん。もしかして君がさ、吉郎さんですか？おの鬼が。お姉ちゃん。鍵閉められた。これからは、僕と一緒に住むんだけど、みたいな。なになになにね、ネズミ。あ、かわいい。ちょっとかわいいけど、何も。ごめんなさいね、シュミちゃん。戻れなくなっちゃった、そして多分。もう、私セーブしてない。大丈夫かな？死んだりしないかな？大丈夫かな？傘からは水滴が滴っている。誰かがつい最近使ったらしいと。絶対お姉ちゃんのものじゃん。セーブが欲しいの。お、なんか開いた。行っていいのかな。あ、ちなみにさ、こっちは鍵閉められたからさすがに行けないよね。開かない。鍵を探すのが先ね。了解しましたと。ほい。ちょっとセーブがしたいな。意味深なチェストが。中は空っぽだと。左から音が聞こえ。あ、ごめんなさい。はい、いつもね、ディスコードのね、通知を切るの忘れちゃうんですよね。棚は空っぽだと。そうそう、左からなんか音がしたんだよ。でもね、見えないんだよね。松明ってまだ持ってんのかな。あ、持ってるんだね。ここでは使えそうにない。了解しました。医療機器、一体ここで何が。と、赤ちゃんの絵が向こうにある。それもやっぱ愛子ちゃんかな。このカメラは何かの記録用と。フィルム入ってない。見たい見たい。この血は何ですか。血まみれ。なんかさ、今落としたよね。君が悪い。なんかさ、檻をさガタガタってするような変な音が聞こえたんだよね。空耳怖すぎてさ、なんかもう空耳が聞こえるようになっちゃったのかもしれない。赤ちゃんの絵があるよね。あ、あ、勝手にゆいちゃんが動いてる。自我が芽生えた。これは、まさかこれが記者さんが言ってた人体実験の記録。一体何を。まさか今頃お姉ちゃんも実験台に。その可能性ありよりのありですかね。赤ちゃんだよね、どう見ても。記録がここ膨大に残されている。あ、セーブだ。ありがとう、チュッチュ。ほい、なんか手記ないかな。うわ、血がつながってんだけど。マジか。まあ行くしかないね。セーブしたしね。何が起こってもいいで。実験室だ、ここ。実験室だよね。なんかムチみたいなのもあるんだけど、ひどい匂いと、いっぱい死体が転がってる。どれだけの犠牲者がと。いっぱいいるよ。頭が潰され、内臓はむき出しになっている。この段ボールは。うわ、なんかバケツかなんかに血がめっちゃ入ってんだけど、体が真っ二つ、ひどい。これはなんだ。あ、鍵棚に鍵が下がっている。もしかしたらさっき。ちょっと待ってね。ちょ、なんか危ない気がする。ちょっとなんか他に調べた方が。この女は一体ここで何を。ここで解体作業が行われていた。一体何のためにと。ね、ここ大きい斧が見えますよね。これ持っていこうよ、斧。鬼に対抗するために。あ、でもここはもう鍵を取る以外はなさそうですね。はい、じゃあ取りましょう。怖えー。これ取ったらなんか追いかけられそうなんだよな。取ります。ドクロの鍵を入手した。警
報警報。何？うわあ！生きた斧鬼さんが。とうとう正面でバタ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 。早いですね、足がとっても。50メートル走3秒ぐらいで、はい、走り抜けそうですね。さすがやっぱり追いかけてきましたね。行きますか。よし、もうね、シフトにね、指は離しすぎて、指のブレーキでこいちゃう。聞いてくれ、私はもうここで10回ぐらい死んでいるんだ。そろそろ、オッケー、電話が来るんだな。もう、ちょっと待って、よっしゃ。早く、早く、10回ぐらい死んでるんですよ。助けてくださいって、さっきの鍵で、よし、鍵を閉めやがれ。いや、また追ってくるな。もう、やめて、助けて。オッケー、いやー。微妙に開いてる。待って、やばいんじゃない？微妙に、だって鍵かかってる。ちょっと安心しきってた。中に隠れ、よかった。マジでハーハーだわ。部屋の中にあいつの気配がする。見つかったら死ぬ。死を意識した瞬間、恐怖の記憶が鮮烈に蘇る。恐怖に身を震わせながら、暗闇の中ひたすら息を潜めた。それからどれくらい経っただろうか。気づけば辺りは静かになっていた。化け物の気配も消えている。私は勇気を振り絞り、目の前の扉を開けた。見つけたとこ乗んなくてよかったわ、マジで。でもめちゃくちゃ暴れてますね。いやよかったぜ。もうね、おのおにはね、決まったね、行動をね、取ってたんですけどね、なかなかね、ちょっとキーボード操作がね、はい、ダメでね。握られなかったんですよ。また別の建物を早く見つけないと。お姉ちゃんが、あ、新館に来たのかな、じゃあ。懐中電灯っぽいのが落ちてる。お、なんだ？あ、これは、間違いない。お姉ちゃんの手帳だと。桜子の取材記録。相次ぐ失踪事件、行方不明者の傾向。子供、旅行者、不老者。この館の付近で、不明者の目撃情報、目撃証言多数。彼が関与している。桜子の、取材記録を入手したと。何この内容。彼って。それにどうして手帳がこんなところに。誰かがここに置いたんだ。きっとお姉ちゃんが。そうか、お姉ちゃんには仲間がいた。一緒に調査してた仲間だから、自分の行き先を示す手がかりとして手帳をここに置いたんだ。なぜここに置いたんだろう。それにいつ置いたのか。それによって答えが変わってくる。私は全神経を集中させた。え？考えるんだ。お姉ちゃんのために、私自身のために。ん？あの時、あの化け物はお姉ちゃんを担いで、どこかへ向かってた。向かってった。どうした？今日めっちゃ噛む。行き先は多分この建物。なぜお姉ちゃんをわざわざ運んだんだろう。お姉ちゃんはまだ生きてるみたいだし。もしかして私が介入して何かを邪魔立てするのを避けたかったから。私に邪魔されたくなかった何か。それはきっと食事、人体実験かな。そう、食べるだけなら何もわざわざ運ぶ必要はないんだ。つまり目的は、もっと手間のかかる何か。さっきの建物ではできないようなこと。例えば、人体実験。さっきの建物はどう見ても古かった。だからちゃんとした設備のある場所に運んだんだ。きっとそうだ。その前に見つけなきゃ。
邪魔が入っちゃ困る実験。きっと時間もかかる。準備もいるかもしれない。ごめんなさい。でも一見この建物はただの古い洋館、そして人体実験は秘密裏に行われていた。だとしたら実験に使う施設はきっと、厳重に施錠された部屋、どこかに隠された部屋。厳重に施錠された部屋？どんなに厳重な施設だったとしてもバレたら、あ、なるほど。ここでは以前から人体実験が行われていたって記者さんも言ってたし、人体実験がバレたら重罪だ。絶対にバレないようにしていたはず。ごめんなさい、ゆいちゃんが導いてくれている。邪魔が入っちゃ困る場所。はい、どこかに隠された部屋ですね。さっきのシャッターも壁紙そっくりに、塗装されていた。この屋敷、外見は普通なのに、中はまるで要塞かメールみたいに入り組んでいる。私が気づいてない隠された設備があるのかもしれない。そう、この館にはまだ秘密がある。実験に使う設備もどこかに隠されているんだ。つまり、お姉ちゃんが手帳をここに残したのは、隠された秘密の部屋の存在を教えるため。切れ者ですね、ゆいちゃん。豆おばさんには全然だぜ。お？よく見たら、この血痕、あ、石像の下まで続いてる。確かに確かに。それにこの壁についた傷跡、あー、なんか横にスライドしてる感じだね。まさかもしかしてお姉ちゃんが運ばれたのは、お、もう一択ですね。女神像の奥と。そう、きっとこの像の奥。でもこんな大きな像を簡単に動かせるはずがない。動かすための仕掛けがあるはず。きっとそれがこの手帳のあった台座なんだ。ありがとうお姉ちゃん、すぐ助けに行くからね。どういう仕掛けかわからないけど、きっと解き明かしてみせる。待っててお姉ちゃん。おお、ありがとう。これ気になるんだよな。懐中電灯か何かかなと思ったけど、そういうわけじゃないか。丸いくぼみがあるとな。じゃあ何かをはめていくって感じなのか。今からはじゃあそれを探すんですね。あ、上書きしちゃった。まあいいでしょう、大丈夫でしょう。いやマジ今日めっちゃ神神キングなんだけど、神神なんだけど。向こうから施錠されているようだ。ちょっとね、血が続いてるからね、こっちから行こう。待って、貞子が家族で出てこれるよ。また左の方から物音が。これはと、お、どうした？お姉ちゃん、これは監視カメラの映像。あ、来たよ。え、ゆいちゃん、お姉ちゃん早く。あ、了解しました。研究員からの要望書と。ほい。ここ10日間で被験体の脱走未遂が3回も起こっています。パスワードが漏れていることはお伝えしたはずですよ。どうして忠告を聞き入れてくださらないのですか。パスワードを変更されないのであれば、せめて地下からの脱走を防ぐセキュリティを用意してください。盗み出されないように一目では鍵だとわからない見た目にするのはどうでしょう。例えば石板をはめると隠し扉が、なんてさすがにふざけすぎでしょうかと。はい、石板ね、石板を探せということなのですね。お、またこっちに行ける。ちょっと待って、この部屋もね、まだね、ちょっと調べきれてないのでね。ポリバケツがあるけど、あ、こっちも行ける。何、今までの被験体ですか。成功感知。これは幼い頃のお姉ちゃん。どうしてそれに成功って。もともとここの被験体だったの、お姉ちゃん。で、今まで実験されてきた子供たち、死亡。待って、上からさ、
上から血垂れてない？めっちゃ怖いんだけど、絶対降ってくるっしょ。怖怖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 怖花子さん。あっちと多分つながってますね、これは。よし。なんかさ、石板っぽいのない？この上に。何の音？なんかいる。誰かいるの？なんかいる。なんか持ってない？ナタっぽい何か。あ、何も持ってないか。フードをかぶった何かがいる。もうね、やっぱナタ持ってる。人を食べて。待って、逃げる？まーる超オッケー。あ、来てないですよね。何だったの？もう一回行ってみる。人を食べ、あ、いますね。あの人に見つかっちゃった。あのフロアしか追ってこない感じなんですね。じゃあこのフロアを走らずに歩いていけばいいのかな。あ、こっちにも来る。メールの写し、ちょっと見ます。地下室の改装工事が完了しいたしました。セキュリティの関係上、入り口からは一方通行となっておりますので、ご注意ください。なお、扉は鍵ではなく3分割された石板を所定の場所に置くことで開くようになっております。厳重なセキュリティ噛みましね。セキュリティが必ずしも無骨である必要はありません。デザイン性と安全性の両立をご自身の目でお確かめください。ワンテッピッテッ、これバレてる？でもめっちゃ歩いてきてくれるんだけど。石板の破片を手に入れた。3つ手に入れればいいんですね。バレてるのかな。一応追ってきてる気はするからね。やな！いや、お尻を切り裂かれました。 You are dead。 はい、っていうところで、じゃあ今回はここで終わっときますかの。はい、ご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。バイチー。